稲川清城こと、稲川閣次は、日本のヤクザ指定暴力団、稲川会初代会長。三代目稲川会会長、稲川裕子は、長男。三代目稲川一家総長、稲川英紀は孫。1914年11月13日、横浜市西区宣言町に生まれる。1933年頃、道町で、柔道教室を催しする。 吉岡日露氏の門弟だった。同年、神奈川県鎌倉郡、片瀬町を本拠とする、堀井一家三代目、総長、加藤伝兵衛の下で修行に入る。ここで、生涯の兄貴分となる、横山信次郎と出会った。1935年、藍津若松不評、第29連隊に、現役兵として入隊。1936年、 2.26事件に、鎮圧軍側の一人として出動。1941年、津島一家の大家死になる。1948年、静岡県熱海市で戦勝国となった不良たちが、横暴を極めた際、熱海を縄張りとしていた死にせばくと、山崎屋一家の養成を受けた、鶴岡正次郎の命により、熱海利市、不良たちを制圧した。 1949年、山崎屋一家総長、石井秀次郎が引退すると後目を継承し五代目総長になると同時に稲川組を結成。横浜のグレン隊だった、出口達夫、井上基人、吉水金吾、林木一郎を若手とし、一気に勢力を拡大した。その後、稲川組を主体として、東海道地方の鶴岡正次郎系の一家を集め、 鶴岡正次郎にちなみ、覚醒会を結成。1963年には、政治結社、金星会を結成。しかし、第一次頂上作戦の影響によって2年後には、解散することとなった。1965年、稲川組を稲川一家に解消。1972年、組織名を稲川会に改めた。 これを記念して、稲川同士会の歌と現在の稲穂の大門が制作された。1985年、稲川会会長を横須賀一家五代目総長石井隆忠氏に譲り、自身は稲川会総裁に就任した。その前年には四代目山口組、組長竹中正久の後見人を務めている。1989年には五代目山口組、 組長、渡辺義則の後見人を務めた。2006年7月19日、稲川会の後目争いの中、孫である、稲川英久の襲名式には参加せず、角田義雄の四代目襲名式に出席し、稲川会の分裂を防いだ。2007年12月22日午後4時10分、肺炎により、東京都内の病院で死去。93歳遺没。 ありがとうございます。